エースコック。スーパーカップはうまさもサイズも 1.5倍。 1.5 倍じゃ大したことない。顔の大きさ 1.5倍。 1.5 倍やばいっしょ。ロボ、これぞ大盛り 1.5 倍。スーパーカップ 1.5 倍。スーパーカップはうまさもサイズも 1.5 倍。うまさが 1.5 倍って意味わかる？なんで肘と顎ってつかないの、うん、てくらい謎だよね。ロボ、これぞ大盛り 1.5 倍。スーパーカップ 1.5 倍。エースコーク。おはようございます。おはようございます。皆さん、改めまして EXIT のお二人です。よろしくお願いします。タイムは4スタート。せーの。スーパーカップはうまさもサイズも 1.5 倍。めちゃくちゃいい位置で、ラーメンの中に嬉しい。味が 1.5 倍って意味わかる？なんで肘と顎ってつかないの？ってくらい謎だよね。はい、カット。カウントがあったさ。カウントがあった。味が 1.5 倍って意味わかる？なんで肘と顎ってつかないの？ってくらい謎だよね。すみません。こっちの指導よ、お前は喋るよ。綺麗で、綺麗さそんなに求めてない。あ、ありがとうございます。あ、いいね。すみません。いいか、セリフ言ってくれよ。テストです。はい、テストいきます。はい、大きいだけって勘違いしていませんか？ハッシュタグってシャープじゃないの？みたいに。はい、カット。大きいだけって勘違いしていませんか？ハッシュタグってシャープじゃないみたい。絶対そうだよな、これ。え、どんぶり？あ、手を打ってるどんぶり、これ。はい、あっ寂しいですね。もう終わりが近いです。寂しいです。あと6時間ぐらいです。寂しいな。パティシエってすげえな。キーバッチリじゃない？こういったそのメッセージっていうのを書くのは、はい、そもそも初めてですか？ケーキにですか？ケーキには初めてかもしれないですね。ちょっと今書いたメッセージ見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。はい、これ終わったんですか？はい、それにします。ありがとう。ルービー撮影しながらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、あの、来週5月11日は兼近さんのお誕生日。おえー、ありがとう。あら、すごい。何でもかんでもだ。
いいじゃないですか、でかい俺が赤ちゃんリンタロウを抱いてますから、どういう設定なんですかね。いいですね、まるでコンビ感みたいですね。俺どこがだよ。うまいでしょ。いや、まあうまいですけどね、うん、本と本もね、スーパーカップと俺の好きなもの全部詰め込んでいただいて、はい、チーズ、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、何から何まで、はい、ありがとうございます。なんとこのプレート、はい、実はあの凛太郎さんが書いてくださってます。いやんでおっきりだな。そうですね、まあいろんな目標とか夢とかあるんですけど、やっぱり一番はスーパーカップがもっともっと盛り上がるようにということですかね。関係者各いますもんね、まだ。おそらくいるでしょうね。ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございました、ありがとうございます。エースコーク、スーパーカップはうまさもサイズも 1.5 倍、大きいだけって勘違いしていませんか。ハッシュタグってシャープじゃないのみたいに。絶対そうだよね、これ。あ、え、どんぶり、あ、点打ったどんぶり、これ、はい、えい、あ、やば、うまっ、これぞ大盛り 1.5 倍、スーパーカップ 1.5 倍。エースコーク、スーパーカップはうまさもサイズも 1.5 倍、なので CM の速さも 1.5 倍。いろいろ伝えられるけど、伝えたいこと他になし。ポンポンポン、トリマポンポンも 1.5 倍にしときました。ロボ、これぞ大盛り 1.5 倍、スーパーカップ 1.5 倍、スーパーカップ 1.5 倍。皆さんこんにちは、EXIT です。俺はでもハッシュタグのやつが良かったですね。うん、その凛太郎さんのこのハッシュタグが下手でね、何度も何度も修正。こうやってやればパッ綺麗じゃん、これほら。いややってみ、やってみ、やってみ。なんかね、なんかね、変なんですよね。そうっすか。うん、だからその指導をたくさんして、だそこはすごい努力をしたんで、僕がね、うん、だそこはなんか自信作だなと思う。僕やっぱ顎と肘。うん、あの顎と肘をくっつけるっていうシーンだったんですけど、なかなかくっつかなくて、うん、何回か脱臼しながら、はい、なんとか。驚くことにたまにつきそうだったんですよ。あれって思って、つくのかっていう。顎と肘って人間の構造的につくわけないっていうことでこれができてるはずなんですけど、なんか途中あれ、うん、つくっていう時ありましたね。落としたでしょやっぱ。コキン。ガッガッてはめて、ながらだったんで、なんか新しいスキルを身につけた感ありますね、はい。これもともと僕は好きでね、あの建築関係の仕事してたんで、朝あのバンに乗って仕事行く前にコンビニ寄って、みんなでカップ麺すするながら行くみたいなあったんですよ。あの時食べたカップ麺から本当にちょうど 1.5 倍のうまさになってました、ね、ちょうどね、あ、うまかったね。僕も高校時代とか部活、みんなでそのコンビニのところ、最後部活終わってからコンビニ寄って、そこでお小遣いでこのスーパーカップを買ってすすって、うん、で最後おにぎりをドンって入れて食べるっていうのが、ああいいよね。なんなら1個目のおにぎりはこう麺食っておにぎりかじってスープすすりながら消化して、もう1個目のおにぎりをぶち込むみたいなのがね。2個目ね、2個目いっちゃう、ね、だから塩にぎりにしてる時とかあったもんね。うわ、想定してそっち、俺グーあった方がね嬉しかったんだよね、意外と。何買いましたかね。でも車、あ、俺はそうだ、車買いました、うん、はい、その環境にいい車を、うん、はい、買わせていただいて、うん、なんか、まあ、見た目にすごい嫌悪感を感じる方もいらっしゃると思うんで、うん、普段の生活だけは嫌悪感を感じさせないようにしようと思って、うん、はい、環境にいい車買わせていただきました。うーん、嫌悪感感じてないですから。本当に俺は。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。リタさんはいかがですか。恨み買いましたね。結構スーパーのやつ。そうですね。うん、あ、嫌なことをしてしまって、うん、一番大切な友達に、うん、もう二度と許さないってことを言われました。そうなんだ。だいぶ買ってるね。1.5 倍で。普通はイラッとぐらいだったんですけど。結構大人買いしちゃった感じ。大人買いで、はい。恨み大人買いです。爆買い、恨み、爆買いっていう。こっから行きます。はい。はい、身長、
他はもう完璧な状態なんで、うん、もう成長してほしいっていう気持ちじゃないんですけど、やっぱちょっとちっちゃいかなって、ちょっと身長があればね。そんな変わんないけどね。あとね、ちょっとあれば僕ぐらいになれたんで。いやいや、そんな変わんないからな、身長。早く追いついてほしいです。いやいや、言うてもそんなに変わんないのよ。であとやっぱ31歳じゃないですか。はい。31歳で身長伸びたら面白いかなと思って。まあね、まだ成長してるんだって。急な成長期は確かに盛り上がるかもしれない。面白いよね。親戚が盛り上がるかもしれない。あ、そういう遺伝子入ってんだ。なんか俺、リンタロー君よりでかくないっていう。私はこちら、はい、じゃん。自分、ちょっとすみません、なんかこの後失踪する人の字みたいになっちゃったんですよ。すみません。え、ね、同じペンで書いた。俺もびっくりしたんだよ、今。そう。あれと思って、なんか俺の方だけ、なんかこの後消える人の。これダイイングメッセージじゃないよね。すみません、違うんですよ。最後の一息で書いたやつじゃない。お恥ずかしいんです。だからこれ自分ということで、はい、まあ、だから相手に何かを求める前に自分自身が成長してなって、はい、そう思いました。はい、兼近さんがってことですか。はい、俺が、はい、あ、なるほど、はい、なんか相方にこういうところを成長してほしいなっていうことよりも、はい、そんなこと言ってる今あったら自分成長しろって思ったの、書いてるとき、なんか、うん、自分が恥ずかしくなりました。相方に成長の、ま、あ、身長伸ばせとか言ってる自分が。大丈夫大丈夫、うん、その分俺がもっともっと成長するから。いいですか、こんな形で。ありがとうございます。すいません。僕から、はい、あのやっぱりここまで5年ですか、2人で力を合わせて、うん、結構いろんなことに芸人さんとかがあんまりやってこなかったことでチャレンジしてきたと思うんですよ。で5年目を迎えて、やっぱりここからさらにパワーアップするために 1.5 倍やっぱり人数増やしていきたいなっていう、はい、真ん中に強めのギャルを入れてですね、うん、チャラパーティートリオとして、はいはい、さらに成長していけたらな。はい、だから、大規模なオーディションを開催します。そうなんですね。2022年3人になるんですか。その可能性を示唆したと書いて、僕も今聞いたばっかりなんで、はい、まあすぐ受け入れましたけど。そうしましょうか、はい、イメージからこうね、ね、色を決めて、俺はじゃあ緑になるのかな、じゃあ俺が黄色ですかね。あの真ん中のリーダー募集してます。リーダー的存在、はい、リーダー的存在募集してます。リーダーシップがある人、はい、はい、ぜひ参加したいよって方は、はい、我々 EXIT のツイッターの方に、ご希望ください。ハッシュタグ EXIT の新メンバーとつぶやいて、リツイートしてくだされば、はい、はい、ね、はい、これあの TikTok のフォロワーですね。あのやっぱあの僕らね、あの最先端走ってるみたいな面してやってきたんで、やっぱ最先端走ってる面してる割に TikTok のフォロワーすごい少ないんです。わー、まずいっすね。最近気づいたんですけど、僕のモノマネしてる人の方が俺より多いんです。まずいっすね。それはどういうことなんだろうっていう。確かに兼近さんがいないと成立しない。そう、俺のモノマネしてる人の TikTok がすごい来てて、俺のが来てないんです。ちょっと伸ばして、やっぱ最先端の面はまだしててえなって思います。頑張ります。ちょっと趣旨と合ってるかよく分かんないです、すみません、うん、はい、回答を書くスペース 1.5 倍。ちょっとね、面白いこと浮かんでたんですけど、うん、ここで足りなくなっちゃったんですね、うん、これがもうちょっと 1.5 倍あれば収まったのになっていう、うん、字を 0.5 倍にしたらよかったこのスペースが、いやいや、字だよ。字の大きさを 0.5 倍、いや、その時はあの 0.5 倍のテーマの時にちっちゃくするから。そう今回 1.5 倍、あ、そうなんだ、うん、だから数が入ってないんだ。そうなんですよ、スペーで回答書くスペー字だけども、大きさだけ数まで行きたかったの。いやいや、自分次第だから。どうして、全然自分次第です。まあこれあの今日今まで僕らが喋ってきたというか、はい、今までしてきたことなんですけど、うん、これぞエピソードトーク 1.5 倍。モリモリで。はい、あのほとんどが持ってます。そうですね、はい、まともなこと喋ったことほぼないです。はい、1.5 倍にこれからもしていきますんで。はい、だから普通はね、8のことを置くときに10ぐらいにする。それは芸人さんね、はいはい、芸人さんたちそれやりますよ。僕らゼロイチやってるんだよ。何もないことを、はい、そう、まあったはあるかのようにやってる、ね、1.5 してもゼロだったりするから、ね、だから本当にゼロから話作っちゃう。何かけてもね、はい、何かけてもダメだったりするかもしれないから、はい、うん、すいません、気をつけていきたいです。この収録に水かけるようなこと言っちゃってすいません。ちょっと
1.5 分チャレンジ、はい、お願いします。はい、スタート。金地君で、コンビを組んで本当に感謝していることがいっぱいあって、うん、あの今ね、学園もののコント番組を、うん、YouTuber の方とかと一緒にやらせてもらって、みんな制服着て頑張ってるんですよ、こう、うん、一つの部活として、うん、生徒としてね、うん、そしたら、エゴサをしたら、うん、一人先生が混じってるって、うん、俺言われてて、はい、本当に申し訳ないなと思って、はあ、金近くんが髪をピンクにして、うん、やりたくないと思うんだけど、うん、いつもチャラく頑張ってくれてるから、うん、なんとか頑張れてると思う、うん、ありがとう。ああ、まあだから、僕からその言わせてもらうと、そのまあ、そもそもその高校生役に無理があるっていうところが一つと、あとはそのやっぱり若者としてね、我々もやってるんですけども、やっぱり36と31きちいなっていうところが、まずありの、だからその今ね、いろんな動画配信サイトとかねやってるじゃん、 YouTube もやってるし、うん、やってるよね、一緒にね、うん、やってね、うん、でもその TikTok の方でね、凛太郎さんが頑張ってあげてるとね、うん、おじさんのくせに加工すんなって言葉が入ったりね、その感謝か、そういうのいっぱいありますから、でもそういうところもやってくださってね、ありがたいっていうのも、ありますけどね、おじさんいじりを、おじさんを引き受けてくれてありがたいですよね。だから僕もおじさんであるにもかかわらず、あのこの前あの若者代表としていろんな番組にも出させてもらってるんですけども、はいはい、びっくりしました。僕を除いたら最年少が48歳でそんなところに俺呼ばれたらさすがに若者かななんてね、なんか芸能界の高齢化もね、どん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 進んでる中で、若者のふりしてくれて本当にありがとうございます。嬉しいよ、ね、どん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 面は汚くなっていくけども、ドラマ見れになりながら一緒に頑張っていきたいななんて、趣旨と違うよ、そんなことも思っております。傷つけられてるよお前。 あのさ、あとは何だっけ、金地君に感謝してることだよね、うん、この間もあのツイッターで、エゴサしてたの、うん、そしたらもうずっとエゴサしてるの金地君は、チャラく一生懸命頑張ってるのに、凛太郎は照れてる、うん、あれ恥ずかしがってるっつって、うん、チャラさが向いてない、チャラいのをなんか照れながらやってるとか、うん、それは面白くないからやめろってすごい書かれて、それ50歳のおじさんが言ってたのこれ誰に言われてんだろう、同族嫌悪じゃないそのおじさんも普段チャラチャラしてんだけど、凛太郎見てたらまるで自分みたいだと思ってイラ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 しちゃったんじゃないかなそういうとこになってくれて、いつもあの「イエーイ!」とか「間違いライトプール!」とかやってくれて、おじさんをやってくれてる、若者をやってくれてる、この二人でいいコンビってことですね。いや俺おじさんやったつもりないから。あ、そうなの、うん、あ、若者ぶってその仕上がり、そうだよ。あ、すいません、あ、すいませんじゃない、いや感謝感謝、あ、感謝、うん、だからもう感謝してもしてもしきれないところがいっぱいありまして、うん、あの凛太郎さんが横にいるでしょ、うん、だからそのどでかいわけじゃないですか、凛太郎さんって本当は、実物見たらびっくりするぐらいどでかいじゃないですか。あ、そうなんですか。そうそうそう、マッチョだしねで俺が横にいるとね、だからちっちゃく見えてるんでしょうね、うん、あの道端とかでいろんな人に会うと、うん、え、金近でかってみんな言うんですよ凛太郎さんがあのバカでかい化け物みたいな面してくれてるおかげで、面って言っちゃった、面は違うんだけど、面は違うんだけど、これでかいおかげで、なんかすごい華奢に見られてて、うん、でおかげさまでギャップが生まれて助かってますいやでも確かにスタイリストさんがね、用意するね、T シャツがチビ T みたいなのあるもんね俺のこと本当にすごい小さい、ね、大きめのバッタだと思ってるからさ。そうだよね、うん、あの子犬が着せられてる T シャツの時あるよね本当にちっちゃいやつに下の、え、本当みたいなね、うん、これ本当みたいな、承認用のズボンとか用意するもんね何の話感謝伝えなきゃいけないのに、何の話、行け、ここだ、行け、ここだおい、喋りすぎだよ、ちょっと感謝が多すぎたんだ、無理です、そのたったの1分30秒じゃ、うん、俺らのこの2人の愛は、うん、その止められないですね。そう、すみません、なんかまあまあ傷ついたっすけど、ね、そう、歌詞言ってた、全然その傷一緒に舐めるよいやいや、あなたがつけてるなんでだろう、述べて述べて、なんか言ってんだよ、この辺が、あの、エスコクさんの方から、はい、1.5 分、はい、オーバーしたので、はい、もうこれはチャレンジ成功ってことになりました。そんな、本当はダメですよね。じゃあ、想定となります。マジで？スーパーカップ1.5年分。マジですか？プレゼントさせていただきます。嬉しい。もう嬉しい。おめでとうございます。おめでとうございます。あ
ありがとうございます。3分55。お笑いやっててよかったです。何かで優勝した感じ。